おはようございます。速価塾の久保です。FX オリガルヒと速価塾の限定公開 FX の相場解説。今日はですね、えー、統合版でお届けします。で、追加放送は FX オリガルヒの方だけにしかお届けできませんので、その辺ご承知ください。で、今ね、ちょっと急遽ですね、えー、っと、これはね、外ガイ o メ外為トコムのチャートを持ってきたんですけども、いくつものね、 XM 証券の MT4 が起動してないんですよちょっとトラブルを解決するまで少々お待ちいただきたいと思いますでもこうやって相場解説はねいくらでもできますんで全然変わりませんこれからも XM 証券の MT4 にトラブルがあった際はこうやってですね適当な証券会社のリアルタイムチャートを持ってきて解説しますんでその辺はご安心くださいそれではね週が変わりましたので週足を見ていきます週足はもうずっとちょっと見方がね チャートが違うんであれですけどもあのずっとね週足は,はお話したように上昇トレンドが始まってねそれからあサンバガラスがあったけども下ヒゲの関係でこれは上に行くよっつったら上に行ったでしょそれ以来ずっと陽線が出てますつまり N の完成ですねこの形っていうのは結局140円に向かっていくうそういう風に捉えられますんで私の方は140円までの玉ってのを持ってますんでね長期で。 だから、長期でできる資金力がある人とかは、まあ、あの、140円まで狙ってポジションを取っていけば、莫大な利益が転がり込んでくるってことになると思います。ただ、140円に必ず行くってわけではありませんので、その辺は精神力も必要となってきます。さあ、そして、冷やしの方に打ってみましょう。一旦閉じますね。で、冷やしです。冷やしなんですけども、ちょっと横ばいが始まってますね、これね。 136円の113で今止まってますけどもこのまま136円前後136円の水準を維持すると思うんですよですので137円に今週向かうかどうかが想定になってきますでこうやって見ているとですね、えー、現在一番高いところで136円の998って一瞬マークしてますから今週中に137円見えてくるとは思います、まあ、そのぐらいしかね冷やしで言うことはありませんけどもね はいじゃあ次はね4時間足ですね4時間になってくるともうこれはねレンジに入ったと思っていいですレンジですよ高値136円の998ありましたけども基本的にはこういった形のレンジでありまして135円ジャストぐらいまで 下根を触れるる幅はあるんですけどもだんだんとね、これ収束に向かってるところも同時に言えるんですよ。最初はこのぐらいの大きさだったんですけども、だんだん小さくなってね、三角形が。で、フラクタル構造って言って、中央に収縮するような形で、今ね、横ばい、横の瓶に見えるようになってくると思います。で、えっ、ー、と、この直近ではね、かなり上昇幅が大きいんで、上の方に徐々に徐々に移っていってるんではなかろうかっていうところなんで、 えっと、ネックラインをそれぞれね、こうやって設けながら、あの、慎重にね、ネックラインをお20ピップスほど変えたら、倍に行くみたいな感じで、ロスカットラインを引きながら、徐々に137円を目指す。そういった値動きに合わせてエントリーしていければなと、今週は考えるわけなんですよね。えじゃあ、1時間です。はい、1時間。ね、136円の569っていうのが一旦マークされてます。 ね、一時間足で。で、この大きな伸びを捉えることはなかなか難しかったと思いますけども、冷静に見ると、この水平線ですけどもね、このポイントを超えた時に入ることはできたっていうふうな振り返ることができるんですよ。で、悪くてもピップスが20とか30は稼げたんではなかろうかっていうところを振り返りながら、同時にここまで136円の569まで直近で上がってるんで、今週はですね、136円の569を達するか超えるかっていうところを、一つのね、 分ととしていいたただきたいと思うんですねその上で137円を目指すことができるかっていう感覚をつかんでいきますここまでちょっとお話して分かりにくいと思いますんでもう一回まとめて分かりやすくお話しますよ今週のどこで136円の569を超えるかによって今週中に137円に達するかどうかが見えてくるってことです分かります はい。ということなんで、そういうところを一週間のテーマにしていきましょう。それでは本日は以上です。じゃあ追加放送オリガルヒの方はお待ちください。MT4 がね、復活してるといいですけどね。